ワーズはアメリカ合衆国の科学衛星。地球の上層大気、特にオゾン層を観測することが目的であった。1991年9月12日、STS-48 ミッションにおいてディスカバリーから軌道上で放出された。2005年12月15日に運用を終了し、高度を下げるマヌーバーを行った後、軌道上に放置されていた。 2010年10月26日には国際宇宙ステーションがワーズを避けるためにデブリ回避マヌーバーを実施した。2011年9月24日に大気圏に再突入し消滅した。10の観測機器が搭載され、そのうちウィンディーはカナダ NRC による提供である。2005年12月15日に運用を終了する際に軌道コードを 約3 5 5 0 0トルにまで下げた。その後も徐々に高度が下がり、2011年9月24日に制御不能のまま大気圏再突入した。衛星の落下地点は突入の直前まで絞り込むことができなかった。落下予測地域は北緯57度から南緯57度で、北はイギリスから南は南米の南端まで含まれていた。衛星の部品は ほとんどが突入時に燃え尽きるが、科学者たちは26個の破片は燃え尽きずに落下すると想定し、NASA は1個の破片が誰か1人の人間に当たる可能性は3200分の1と予測した。また、特定の人間に当たる確率は21兆分の1と試算された。9月27日、ワーズは9月24日午前4時1分に何14.1度。 成形170.2度の太平洋上で大気圏に突入したという調査結果が発表された。付近に陸地はなく、破片による被害は元より確実な目撃証拠も報告されていない。ありがとうございます。